はいどうも、待ち遠さんキャラメルです。今回は、前回の動画でリクエスト募集中と言いましたら結構ね、皆さんが、リクエストしてくださったので、その中から、今回はですね、10機の、リクエスト武器、ピースキーパーを使って、この新マップグリーンドを挑戦してきました。はい。ですね、まあ他の方、まあそうですね、まあいるんですけど、ちょっと、いろいろリクエストもらったんで、ここで読み上げてみますか。ちょっとごめんなさいね。名前使っちゃっていいのかな、小家さんであってんのかな、アバカノノアタッチメントね。うん、アバカノノアタッチメント、これはぼちぼちまだね、ちょっと見てもらえば分かると思うんですけど、自分まだレベルが達してないんで、はい、まだもうちょっと先になりそうですけど、撮りますんで待っててください。あとはこれは黒猫さんであってんのかな、黒猫さんはエクスキューショナーでの立ち回りを参考にしたいと、 EX コンディションのことですかね。まあそちらもねやっていきますんで、はい、ちょっと待っててください。もうここでね名前言ったんだからね、うん、やらないといけないとね、うん、もうコキちゃんに至ってはね、うん、死なずに100キルとか言ってね、ふざけたこと言ってますけども、まあコギちゃんそれは無理だよ、うん、コギちゃんそれは無理、うん、無理です。あと結構ね皆さんもらいましたね。結構タカさんはねラジオ聞きたいって言ったんで、まあ雑談放送ね、今日中にアップするんでね、待っててください。はい、あと、まあ、本当にすごいですね皆さん、本当にありがとうございます。逆立ちしてくれ。この方は、どこだ。逆立ち。待ってよ。ちょっと、あれ？どこ行っちゃった？逆立ちしてくれっていう方いたんですよね。ちょっと待ってくださいよ。はい。あれ逆立ちの人いなくなったのかな、あれ、あ、もういいや、ごめんなさい。いました。恭平メテオさんですね。セインツブラザーっていうね、アカウントの方なんですけど、倒立しながらやってくださいっていうね。まあそれはねプレイができないっていうね、うん、それはプレイができできないです。はい、あ勘弁してください。はい、ピースキーパー使った感じ、うん、まあ、何度かね、箱番で前からやってるんで、まあ、分かってるんですけどね、どんな武器かっていうのはね。M27 と全く変わんないですね。レートダメージ。まあ、すべてにおいて変わんないんですけども、何が違うかっていうのはね、サブマシンガンなので、うん、横移動が早いです。うん。まあ、なんで、そうですね。可変ストックをつけずに、この横移動ができるとね、横移動しながら、戦えると、そういう仕様になっております。はい。で、うん、まあ、試したんですけども、うん、プラベとかで、ラピッドファイヤーをつけて戦うといいですよ、これ。うん。ラピッドファイヤー、これ結構使えますよ、皆さん。うん。なんていうの？この、うん、うん。ブレがすごくないんですよね。うん。なんで、サブマシンガンというよりは AR っていう感じで使った方がいいんですけど、サブマシンガンのアタッチメントをつけれるんで、うん。可変ストックはいらないですよね。なんで、うん。ラピッドファイヤーとグリップ、ラピッドファイヤーつけると弾の消費激しいんで、多分ファストマグとかね、うん。つければいいんじゃないでしょうか。はい。まあ、使った感じ、ラピッドファイヤーつけると結構ね、サブマシンガンっていうかね、すごく、うん、とつれる武器なんで、はい。まあね、この動画でも結構とつってたりする場面はあるんですけど、やっぱり、レートが低いんですよね。うん。AR に似てるんでね。うん。まあその辺はちょっとね、厳しかったんですけど、あと音がちょっと軽いなっていうのはありますよね。まあ、形的には僕好きなんですけどね、これ。うん。ちょっとイケメンな感じがするんですけど、まあ、正直言って、サブマシンガン普段使ってる、ね、私から言わしてみれば、ちょっと使いづらいかなっていうのはあります。まあ、なんで、今回の動画もあんまりいい試合ってか、あんまりいい成績ではなかったんですけど、
はい、あの試合展開が、すごく面白かったので、はい、上げさせてもらいます。で、あのちょっと見てくださいねこれ、敵さん、敵さんじゃない、味方さんのね、うん、味方さんの人、うん、このね上の人がめちゃくちゃ強いんですよね。まあ、何回か一緒に戦わせてもらったんですけど、めちゃくちゃ強い、うん、めちゃくちゃ強くて、もうそれ、その人以上のね、うん、あの成績出せなかったので、もうこれはね諦めてこれを出そうと思って、はい、やってます。めちゃくちゃ強い。あとね、うん、あのルルさんっていうね人がいるんですけど、まあ、ノラでねバッテリーあった人なんですけど、まあ、その人もめちゃくちゃ強い。もうね PS3 やってた頃にあんな人はね見たことありませんっていうぐらい強かったです。あの溶けるようにね殺されるんですよ、うん、気持ちいいぐらいに本当に、うん、なんか結構ね同じ人にやられたりすると暴言とか出す人って結構いるじゃないですか。もうねそれを超えますよあれは。うん、あ、またこの人かみたいなね。はい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 、この人ね、まあしゃあないしゃあないみたいになりますからね。そこまで強いと本当にね溶けるように殺されました。ほとんどね、しかもその人めちゃくちゃねドミネミンなんで旗もがっつり絡んでいくと、うん、俺旗11本取ったんですけど、その人、10本取ったりとかね、もう意味が分かんないんですよね。なのにキルもすごいしてるし、防衛もすごいしてるしみたいなね、もうすごいんですよねとりあえず。うん、まあ実況者ではないと思うんですけど、はい、あのすごく尊敬しました。はい、あ、こういう人もいるんだなと思って。ノラなんですよねその人ね。うん、ノラでやってるんですけど、こんな一人の逸材で試合展開が変えれるのかっていうぐらい、もうこっちの味方、結構こっちの味方強いよっていうね、うん、状況でも一人でねその戦況を変えてしまうんですよね。うん、一人で全部旗取って防衛して突っ込んで前線上げてっていうね、もうな80キルぐらいしてたかな、うん、1試合で。それぐらい強くて、もう本当に出会った瞬間死んじゃうみたいな。で1キルできたらおっしゃおらーみたいなね、俺めっちゃ喜んでたね。うん、それぐらいすごく強い人に、このね動画撮った後に、動画撮った後じゃないね、この試合やった後に出会いました。はい、まあ頑張ったんですけどね、俺もね40キル、50ですぐらいして頑張ったんですけど負けますよねそれね、そんなにやられるとね。うん、サブマシンガンとかサプレッサーとか使っ、サプレッサー、まあ、サブマシンガン使ってたんですけど、サプレッサーとかゴースト一切使ってないんですけどね。いや、それはもう本当に後でちょっとシアターで確認してちょっと見てみたいなって思いますね。はい、さっきもねあの初めの方に言ったんですけれど、うん、たくさんのリクエストもらいまして、頑張ってやっていこうかなと思うんですけど、はい、まあね、まあそんな適当な動画を上げるにもいかないじゃないですか。せっかくねリクエストもらったんでね、まあなんで多少はね自分の中で選んで、はい、やっていこうかなと思うので、もうしばらく待ってください。はい、一人ずつちゃんとねこういう紹介じゃないですけど、別に名前出していいよっていう感じだったらね、もうどんどん名前出して、この人からいただいてリクエストを消費していきますみたいな感じで、ね冒頭始めていきますので、はい、うん、今この試合、この展開わかるかな、気にしてる皆さん、これ気にしてますか。142対141、ね、前半終わる時もそうだったけど、この僅差なんだよ、ずっとこの僅差なんだよ。うん、もうねこっちの方が明らかにレベルは強いっていうか、43キロ15レースしてる、まああの人すごいな、全然ねこっちの方が戦力的には強いんですよ。まあでも敵も諦めずにすごい旗に絡んでくるんで、2点取りしたら2点取り仕返してきたりとかで、まあ点差が離れたら3点取りで返してきたりだとか、もうそういう、すごく熱い試合展開になりました。はい、うん、なのでまあ上げてるんですけどね、うん、これねこのグリンドっていうのをここ、うん、わかんないんだけど、なんて呼ぶのかわかんないけどね、うん、ここのマップ、そうっすね、完全に何戦かやって思ったんですけど、 A 旗がダントツに有利ですね。はい、もう A 旗がダントツです。もうぶっちゃけ言ってもう C ね、うん、C なんて取ってたら負けますよこれ。うん、本当はね、うん、戦力差がない限りね、うん、C で、まあ、何回かやったんですけど、この試合が唯一
ね、これこういういい感じの試合になったぐらいで本当ね C に押し込まれっぱなしでボロボロでした。うん、みたいな、こんな負けるみたいな。まあ結局は B 取って前線上げちゃえばね変わんないとは思うんですけど、 A 旗 AB で押し込むか CB で押し込むかって言われたらやっぱり AB で押し込んだ方が強いですよ。うん、それはもうなんか旗が取りやすいっていうのか守りやすいっていうのか C が押し込まれやすいこの旗の位置にあるんですよね。四方八方っていうの、四方八方から狙われる位置っていうのかな。まあそう言っていった方が分かりやすいと思うんですけど、なんで、皆さんやるときね、負けてるっていうね、なんでここいつも負けるんだろうと思ったときは、旗のね、うん、リスが多分ちょっとダメじゃないかな。うん。まあなんで、多分 A 旗の方が有利だと思います。まあ、わかんないんでね、まだね、どういう感じなのか。はい。うん、まあ皆さんね、どんどんやっていくと思うんですけど、その中で、何か意見ありましたらね、こういう、実はこここういうところでしたよ、みたいなね、そういうのがありましたら、簡単にね、まあ気軽に、コメントの方ね、してくれれば、はい。お、なるほどっつってね、うん、返信しますので、はい。今回ね、初めの方にね、名前出させてもらったんですけども、NG だよっていうね、もうやめてくださいよ、そんな、名前なんて勝手に使わないでっていうね、方いらっしゃいましたら、はい、もう、動画消しますんで、うん。そうですね。うん。何かご不満がありましたら、コメントの方に、ください。そうですね。うん。じゃあ今回は、もうジュッキーはいいでしょ、ジュッキーはね。ジュッキーとクヒちゃんの名前出してもいいでしょ。ね。仲いいじゃん。仲いいじゃん。友達じゃん。違う？というわけで今回はね、ジュッキーのリクエストでピースキーパーをやってきました。37キル20です。旗8本取って防衛7回っていう結果になったんですけども、やっぱり上の人強いですね。この結果だね。はい。まあ大体、まあここから下ぐらいは、うん、まあ大体僅差なんですけどね。まあ、どうでした？後半すごい、こっちのチームがね、頑張って追い上げて、うん、こんだけ差がついたんですけど、本当にね、最後の1分ぐらいまではずっと僅差だったんで、ドキドキしながらやってました。すごく面白かったです。またこういうね、うん、接戦のね、うん、熱いドミネをね、できたらね、はい、そちらの方もね、頑張ってアップしますんで、はい、少々お待ちをというわけでね、うん。では今回ね、リクエストブッキー、やってきたというわけで、勘弁してください。はい、この辺で、終わりたいと思うんですけどもね、忘れてた、危ねえ、もうちょっとで忘れてくだったぜ、ふう、最後に格言言いましょうか。これね、知ってる方いらっしゃると思うんでね、もしね、あ、このフレーズが来たら次はこうだって思った方はね、皆さんご一緒にいてください。いきますよ。さあみんなご一緒に、君のハートにレボリューション。はい、というわけで今回の格言じゃないね、動画をね終わりたいと思います。はい、ではこの動画をアップした後にすぐに雑談動画をねアップしますんで、はい、そちらの方もね暇があるときに、聞いてやってください。ではご視聴ありがとうございました。キャメシャ、バイバイ。